はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカジュア動画を撮っていきたいと思います。今日やっていくのはですね、バリオですね。どこ行ったバリオ、バリオさん、あれ、あ、いましたね。バリオがね、 UR3 になりましたので、使用感をちょっと見ていきたいんですけど、まあ強いですねこいつ。結構使えると思うんですけど、まあおさらいですけど、気力攻撃は敵全体を攻撃して 84% のダメージを与えるんですけど、ランダムで1から4名の対象に対して超悪デバフを付与します。この超悪っていうのが2ターン持続するんですけど、気力攻撃が使用不可になると。で、攻撃でダメージを与えるとき自身の気力値は200点低下する、まあっていうことなんですけど、この気力攻撃を打てなくする、でこれが1から4名っていう結構な数なんですよね。だこれがね結構強いですね。でパッシブになってくると、まあ基本的にはね、全体を見れるサポーターですね。で敵が通常攻撃もしくは気力攻撃で会心を打つと、バリオが 20% の確率で味方全体に最終火ダメ軽減を 10% 上昇させると。でこれもね地味に強いと思うんですよね。で会心が来れば、全体の火ダメ軽減 10% っていうのと、これがターン終了まで持続で、発動上限が毎ターン3回なんで、なかなか強いですよね。であとはこのパッシブの5は奇数ターンと、偶数ターンの開始時にそれぞれ違うバフがつくのかな、気力値の回復率が 10% 上昇とか、弱体化耐性が、上昇するとか。でこれ対象が、味方の対象がアタッカーの場合は、さらにね、上乗せになるのかな、追加で勤勉あるいは実直を1回獲得なんでね。だこれはなかなか強いです。味方全体を見れるサポーターですね。でこれがね、 UR になるとどうなるかっていうと、さっきのパッシブの3かな、パッシブの3の要は会心を食らった時の全体の火ダメ軽減 10% っていうのが、出ると思うんですけど、その確率が 20% だったのが 40% になるということなので、まあ、結構な確率で、火ダメ軽減、10% っていうのがつきます。でさらにそれが毎ターンの発動上限が4回ってことだから、まあ、つまり 40% ですよね、最大で。この最終火ダメ軽減 10% ね、これは結構でかい。でさらに UR3 になると、まあ、気力攻撃で1から4名の、敵ランダムに、超悪を付与して気力攻撃を打たなくするんですけど、まあ、この超悪っていう、まあ、デバフがですね、相手が抵抗できるっていうことなんですよね。だからこれは要は弱体化耐性で、発動したりしなかったりするんだと思うんですけど、超悪が、まあ、抵抗される場合っていうのが、その抵抗者の攻撃力の 10% が、味方の攻撃力が最も高い英雄に移るということですね。これ累積上限が4回だ、つまり、4つの英雄にランダムの4名に、超悪をかけに行って、4名とも要は抵抗されたっていう時は、こちら側の、最も高い攻撃力の英雄に、それぞれ抵抗した英雄の、10% の攻撃力が、入ると。多分そういった感じだと思いますね。だからね、この UR3 結構面白いなと思って、まあいろいろ見てたんですけど、残念ながらね、これが発動する絵はね、撮れなかったんですよね。もしこれバリオ持って UR3 まで育ってる人で、これ発動したっていう人がいたらですね、ちょっと教えてほしいんですけど、ちょっとね、運営さんにも問い合わせてて、なんか発動してないんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど、ちょっとわかんないです。自分はちょっとその、現場をね、見ることができてません、今のところね。でこれ UR5 まだね取ってないんですけど、これは取る予定です。はい、これは気力の、気力じゃない、パッシブの3の 10% の火ダメ軽減のやつね。これが4回かな、4回発動すると、その時にランダムで超悪が敵1名に入るっていうことですね。だ結構な確率でさ、 40% の確率か、 40% の確率でパッシブのね、3の 10% の火ダメ軽減、最終火ダメ軽減を 10% 上昇、これが4回来ると、その時点で超悪がランダムで敵1名に入ると。だからうまくいけば、その時点でさらに気力が相手がね、使えなくなるといったところになります。はい、これね結構強いですね、バリオ。
結構おすすめです。耐久パーで使えるのかなと思うんですね。味方全体を見れるし、敵あの気力攻撃封じられるし。ということでちょっとね試合を見ていきたいと思います。はい、まずね格上、まあ格上ですね、だいたいね、5000から1億ぐらい格上かな、5000万から1億ぐらい格上で、こちらのメンツはこんな感じ。諸葛か諸葛亮、総比、あとは馬陵と、脅威と、細分岐、まあ要はね火力は気力、脅威に回していただいて、まあ気力管理をですね、諸葛か諸葛亮、そして総比、相手の気力、低下耐性とか弱体化耐性とかをつけて、下げて、さらに、馬陵のね調悪が入りやすい環境を作っていると。で、バリオはね、サポーターなんで、気力打つのが遅いんですよね。だから、なるべく気力を回せる方がいいかなと思いまして、まあ、この次の試合に、順位を入れて、もうちょっとね、気力を回転できるような、構図にしてやってるんですけど、まあ、最初の試合はこんな感じのメンツです。まあ、相手は見てもらうとこんな感じなんですけど、今、はい、入りました。で、ちょっとこれ早いんですけど、今ね、4つ入りました。リョブキとシバイと、誰だっけ、ちょっと止めないと分かんないんだけど、東博と大京かな、さっきも入った。これね止めますんで、止めて、見るんで、そこでちょっと見てください。最初に調悪が4回入ったのかな、でさらにもう1回入ったのかな、ちょっと早すぎて分からない。でいずれにしてもこの時点でもう全然記録攻撃打てないんですよ、大京も東博も、芝居も、入ってます、超悪がね。なんで記録攻撃は打てない。この万歳はパッシブなんで、新鋭支配ね、まあ記録攻撃は打てないということで、もう向こうはなすすべなく崩れていくという形になってますね。まあランダムとはいえ 4つ同時に記録攻撃打てなくなるなんてなかなかないじゃないですか。だからこれね結構強いし、まあ対処法としては純育の多さの際っていうのはあるからね、ただ純育ってそんなに流行ってないじゃないですか、だからこの馬陵が無双するんであれば純育増える可能性もあるけど、いやー強いですよこれ、これね、まあ、これ飛ばしちゃいますけど。はい、でもう一試合ね、これね相手に水鏡がいて、タンクで宗神と、東卓が全員にいますね。で後ろに芝居がいるのかな、まあこんな感じで、こっちはね諸葛亮を、順位クリしてます。その理由は順位クって気力攻撃打つと、自分が使った気力攻撃の半分を、味方全員に分け与えるんですよ。だから1000の気力攻撃打つと味方1人が100点かな回復するんですけど、それね玄武持つことによって 100% 回復ってことになって200点回復するんですよね。だからその分順位が気力攻撃打てば、こういう風に、はい、馬陵のね今記録打って超悪入りましたけど、今東卓と、カダと、ソウジかな、3つ入ってるのかな、はい。でねこれね水鏡にも入ります。で水鏡、入ってる、今ちょっと分かんないな、今入ってるのは水鏡が解除されたね。あ、違うか、今水鏡は入ってないのか、3つか、東卓と宗神と、カダか、早すぎて分かんない。はい、入りました、超悪、今水鏡に入った、早すぎて分かんない、はい、入りました。だから今4つね、気力攻撃打てない、前列の 3名と後ろのカダね、気力攻撃打てないから、なんで全然もう向こうなんか攻撃してこないんですよ。でここでねそのうち水鏡の、懲悪がね解除されるんですよ。これ何で解除されたかちょっとわからなかったんだけど、まあいずれにしても東卓と今宗神は、気力打てない状況ね。
でこれね、水郷もさ、水郷の記録攻撃確か自分が復活するってやつですね。で今ね、水郷が掌握は解除されたんですけど、ここでもう一発ね、バリョウが来ます。バリョウがこれ2個強縮、はい、バリョウが入ってもう一回水郷に入りました。で水郷がそのまま死んでいくと、まあこういう感じですね。なので気力を攻撃を封じるってことでかなり強いんじゃないかなって思いますね。でそれだけじゃないし、相手が会心を打てば、10% の火ダメ、最終火ダメ軽減上昇っていうのが全体に入るし、それが累積してくるでしょう。4回累積すればさらに掌握がランダムで敵に入るしっていう感じだから、バリオを使うときはやっぱり気力を攻撃をなるべく打たせたいということで、気力を回すような英雄ですかね。あとは耐久寄りにするってことがいいのかなと思いますけどね、うん、やっぱり耐久にすればするほどバリオの気力攻撃がどんどん打っていけば、掌握がね、どんどん入っていくわけだし、まあもう一個はね、 UR さんで掌握が抵抗されたときに相手の、攻撃力がこちらの最も攻撃力高い英雄に移るっていうのがちょっとね、何回やってもね分かんなかったんだけど、まああれもまあ使えますよね。まあコントロールはできないけど、それはそれで火力の上乗せにもなってくるんで、まあその場合だとね、脅威にこのメンツだと入っていくわけだから、まあ脅威の火力がねより増していくという感じですね。で純育もね、なかなか良くて、2個強食の前回ね動画上げましたけど、なかなか火力出るから、まあ純育もね、気力 を回すってことと、王者の際で支配デバフの解除、そして2個強食の、火力ってことで結構優秀かなと。はい、ということで本日はですね、 UR さんのバリを紹介させていただきました。なかなか強いと思いますので、無課金でもね取れますから、これはね、まあ、特に耐久パかな、あとはサポーター英雄で、まあ、全体を見れるということで優秀なんで、その辺考えている人いましたら、ぜひ選択肢に考えていただけるといいかなというふうに思います。はい、本日はね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。